リアコ製造機の潜んだハイブプリンスと呼ばれる理由。しっかり者のイメージだったけど今や天然キャラ。サバイバル番組アイランドから爆誕したグローバルグループエンハイフン。長男のヒスンはキレのあるダンスで練習生の憧れ。誰もが仲良くなりたいと思う人物で、アイランドでも練習生から人気がある印象でしたよね。アイランドで久しぶりにヒスンと再会したジンは嬉しさのあまり腕を大きく振り上げハイタッチ。この時のことをヒスンは、ジンに叩かれるのかと思ったと振り返り、内心はびっくりしていたそうです。ヒスンは3年1ヶ月と長い練習生期間を過ごし、 TXT のメンバー候補でもありました。しかしデビューから外れてしまい、夢の切符を一度は逃してしまいます。そのため並々ならぬ思いでオーディションに参加しており、番組内でヒスンは、長く一緒に練習してきた子たちがデビューした時、心の底から祝ってあげられなくて、アイランドではデビューできるように全力で臨みます。もうこの時点でヒスンに引き込まれましたよね。そしてさすがデビュー候補に選ばれただけあって、歌もダンスもこなすオールラウンダーで圧倒的エース。さらに人としても成熟したヒスンはリーダーを任されることも多く、自分の練習時間を割いてチームを引っ張っている姿に感心する視聴者も多かったはず。リーダーとしてもみんなから尊敬される存在で、アイランドは絶対絶対ヒスンなしでは成立しなかった。アイランドを振り返りながらメンバーの紹介を行っておりますので、ぜひこちらで感動してください。何でもこなす信頼と実績のヒスンですが、実はダンスが苦手でアイドルを目指していなかったという意外な過去が。ヒスンがその過去を明かしたのは、ルセラフィムのウンチェがホストを務めるウンチェのスター日記にソンフンと出演した時のこと。3人とも内向的な性格でぎこちなく水をごくごく飲む姿、可愛すぎた。ウンチェはヒスンの経歴で驚いた点があるといい、台本を見て驚いたことがあるのですが、ヒスンさんのあだ名が万能センター。オールラウンダーですが、練習生時代は体が硬かったんですか。今やあんなにしなやかに踊るヒスンですが、ダンスが苦手だったというのです。ヒスンはもともとは歌手になりたかったので、ダンスを踊ろうとしてこなかった。事務所に入った時はダンスが苦手だったんです。信じられない。だとしたらどれだけ練習してきたのでしょうね。ウンチェも視聴者と同じ疑問を抱き、どれくらい練習すればそこまで成長できるんですかと質問すると、ヒスンから衝撃の練習メニューが。ダンスが苦手だったヒスンはソンポッキという、腕をきれいに直線上に伸ばすという基礎練習を徹底したそうなのですが、その徹底ぶりがすごい。なんと腕を伸ばすだけの練習を1年3ヶ月も練習し続け、それができるまで他のダンスは一切踊らなかったそうです。こうして伝説の練習生ヒスンが出来上がりました。恐るべしヒスンの努力、さすがです。にしてもアイドルを目指していなかったなんて危ない危ない。アイドルになってくれてありがとう。そんなしっかり者で努力家なところもヒスンの魅力ですが、この男ギャップがすごい。ヒスンはエンハイフンの最年長ですが、天然で弟っぽい一面も持ち合わせています。ヒスンは過去にエイプリルフールで、こんにちは、エンハイフンのマンネ、ヒスンです、と X に投稿。エンジンからは、マンネになりたがるヒスン可愛すぎる、と大反響で可愛い嘘にメロメロになってしまう人が続出。こんなんずるすぎ。エンハイフンのバラエティコンテンツ、エンオクロックでもたびたび面白いヒスンを発揮しています。弟たちを追いかけ回してニッポニコの長男。というかエンハイフンはどちらかというと、マンネラインよりもヒョンラインの方がはしゃぐイメージがあります。マンネははしゃぐヒョンを見守っているシーンが多いような、とにかく兄さんが楽しそうなら OK といった感じで、ニキが18歳とは思えない成熟っぷりについてはこちらでご紹介しております。メンバーたちからは頼れるお兄さん的存在だけど、友達のように接してくれると言われているヒスン。親しみやすい雰囲気を作ってくれているのも、年上だからと気を使わないようにメンバーのことを考えているからだと感じますね。ヒスンは圧倒的カリスマでリーダーで、信じられないくらいできた人なのに天然なのがやばい。ヒスン隠しきれない天然感あふれてきてて、ニキがヒスンに突っ込みたくなる気持ちもわかるし、面白くなってくる最高だな人うに。ヒスンの優しさと天然さがメンバーにとって最高の癒しになってる。
そんなヒスンのソウルフードはラーメン。特にヒスンはラーメンが大好きなメンバーで、ジーにラーメンで生きてラーメンで死ぬと言われるほどです。日本のラーメン店でお気に入りなのが一蘭で、ヒスンの中のラーメンランキングを覆すほど衝撃の美味しさだったとか。2期のおすすめで先にハマったジェイクが、ぜひ1回食べてみて本当に美味しいからと必死に説得し、半ば無理やり連れて行かれたヒスン。最初は渋々だったにもかかわらず、本当に美味しいと大感激。2期はヒョンたちが気に入ってくれて、ちょっと誇らしかったです。認められた気分と嬉しい様子。エンハイフンが日本のラーメンにハマってくれるなんて、イルペン大歓喜です。ちなみにハイブファミリーの妹分にあたるルセラフィムのチウォンは餃子の王将にハマっていました。小さい頃お父さんのおならの音がそだと気づき、絶対音感を持っていることに気づいたヒスン少年。どんな音でも的確に分かってしまう天才は、高音パートも透き通るような美声です。2022年5月30日、キスンが当たったジャスティン・ビーバーのオブ・マイ・フェイスが SNS にアップロードされた時は、約2日ほどで再生回数230万回を突破。キスンはこの曲がお気に入りで、僕の声でこの曲を必ず歌いたかったと選曲した理由を明かしました。ファンからは、キスンの歌声にゆっとり、キスンさんだおも声もすべてよし、キスンさんの歌声本当に浄化されると絶賛の嵐。曲のポイントをつかむのがうまく、どんな曲でも歌いこなしちゃいます。ところでおならの音で絶対音感に気づく天才エピソードなんですか。しかしヒスンを推していると問題が一つ、それは彼はリアコ製造機だということ。まず今更ですが、美女が強いって話からいくと、2024年2月赤髪にイメチェンしたヒスン美女爆発しすぎです。黒も良いけど赤も似合う赤髪ヒスン大優勝です。ヒスンはもともとは自己肯定感が低い方で、デビュー当初は自分の魅力を発揮できずにいたそうです。しかし最近は自信がついたどころか、ちょっと減らさなきゃいけないぐらい自信たっぷりになったとか。ハイブプリンスは X のリアルタイムトレンドにも入りました。これについて、本当に王子だと思っているのかなと話すヒスン。キスンが写真をアップするのも、昔はものすごくよく撮れたものだけをアップしたいと思っていたそうです。しかし最近は自然な姿もファンが喜んでくれることに気づいたそうで、ああ、僕を厳しい基準で見てはいないんだな、僕がふざけても大丈夫そうだなと思えるようになり、ファンとコミュニケーションを取るのが楽しいそうです。エンジンの皆さんは僕がするすべての活動をものすごく喜んでくださるので、それだけでとても楽しいです。エンジンについてたくさん考えるようになりましたし、これから自然な僕の姿がたくさん出せたら嬉しいです。もっと自然な姿をエンジンの皆さんにお見せしたら、もっと喜んでくださるんじゃないかと思うので、とファンのことを常に考えてくれているヒスン。ファン思いのヒスンから離れられなくなる人が続出するのも無理もないですね。さらに日本語を話すヒスンの虜になるファンがとにかく多い。ビーバースにてライブ中に知ってる日本語を話す流れになった時、見せてやるぜ、強いとアニメのようなセリフを発言したヒスンにメンバーも爆笑。たびたびビバースライブでは、覚えたての日本語で愛の言葉を伝えてくれるヒスン。単語を思い出しながら一生懸命話す姿に愛おしさを感じているファンたち。ファンの応援と愛に感謝を伝えた後、日本のエンジンの皆さんは可愛いですから幸せと日本語で告白。これがリアコ製造機イヒスンの実態。そんなこと言われたら応援しちゃいますよね、応援させてくださいって感じになりますよね。でもせっかく覚えた日本語を正しく使えなくて、天然を発揮しちゃうのはヒスンの通常運転。2023年9月2日と3日に開催された京セラドームでのライブ中、ヒスンがマイクパフォーマンスで突然逃げろー王と絶叫。これには会場のファンもコカーンとなりましたが、叫べーと言いたかったらしいです。ヒスンは曲のポイントだけでなく、ファンの喜ぶポイントもしっかりつかむできる男として日々成長中。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。